大田原城は、1543年に、大田原助清によって、下付国大田原の田尾川西岸、飛行、約25メートルの流体山に築かれた、日本の城。城郭配置は、北から北ぐるは、本丸、二の丸、三の丸とし、大手は、西の欧州街道に面した。関ヶ原の戦い同期の先行による五千国家像により、 大田原藩が立藩され、明治維新まで累代大,大田原氏がこの城を拠点として、この地を治めた。母親戦争の際、大田原藩は新政府軍につき本城は、対合図攻めの重要拠点視され、1868年5月、旧幕府軍による攻撃を受けて、三の丸が炎上した。1873年、廃城令により廃城。 城主は1961年12月8日に大田原市の史跡に指定され、現在は流城公園として利用されている。土類には桜や筒子が植えられ、花見の名所として大田原市民に親しまれている。大田原市旧市街地には城下町時代の王子を忍ばせる敵の来襲に備えた狭い道、鍵型に曲がった道などの面影が随所に残る。 江戸時代中期の大田原城城門は、大田原市の母大寺でもある、大田原市港間寺の門として移設されていたが、現在の光神寺大門は1825年に消失したものを再建したものである。大田原城の北1.5キロメートルの大田原市長島あざみな口の水田地帯には、大田原城追記以前の大田原市の館である、水口館跡がある。また、 同志作山には、那須市の那須助孝の次男、那須安孝が1187年に築いた作、山城跡がある。いずれも1961年に、大田原城跡と共に、大田原市の史跡に指定されている。ありがとうございます。